こんにちは、ラスボスちゃんつのおすいかの梅ちゃんだ。ロマです。イエーイ。さあ今日は、はい、梅ちゃん何しますか。イエーイ。何のことかわからんわな。脱毛なんてわからんわな。スイちゃんの今日は脱毛なんだけど、はい、1回前にねしてみたことがあるけど、うん、あれはどこしたんだっけ。足だったね。あ、今どう生えてきてる。ちょっと見てみよう。結構まあ生えてるな。でもだいぶ薄くなってる。こっちでもスイちゃんこっち濃いな。こっちの方が結構前にしたからね。ということで、スイちゃんは、はい、まあ、ちょっと毛が結構こう長いのが残ってる。まあ剃る習慣ないしね、うん、それをまずは剃ってもらって、バッテリーを、いやいや、はい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 、あー、はい、バッテリーがありました。だいぶ探してよ俺、うん、だいぶあちこち探したら、あの、なんとこの下に線があった。いいんだけど、家にまで取りに帰るから。やっちたやっちた。それ何の話をしちゃったか、完全に私は飛んでるんだけど。はいはい、いいよ。じゃあ取ってもらいましょうかね。うん、じゃあ取ってもらおうか、ママの担当で。うちのクリニックは取ってきてねって言ってるからね、はい。まあ、ここに来てからするともうね、時間がね、時間が合わへんだ、うん、だけどね、できることはご家庭でやってきていただく、はい、ということで。じゃあ我々ちょっと準備しようか。そうだね、行こうぜ。ママたちが取ってる間ね。はいはい、するよ。お股を広げたいね。ここに傷の跡があるけど、なんだこれ、なんだろうな。ここには初めてだ。でもスイちゃんの足にしたらちょっと泡沙が少ないだろ。ここまでじゃない。いつも常にどっかに泡沙がある。三四個あるよね。ねが、じゃあね、今日ピッピするお部屋だよ。入ってみるよ。どうかな、どうかな。どう？これがね、脱毛部屋です。ここに横になって脱毛をしますよ。こうやってするんじゃない？え？どうやってやるかわかる？正解！こうやってゴロンしてもらって、で、ひかちゃんがピッピッピッピーします。梅ちゃんもしたい？あ、誰か来たよ。これさ、うん、脱毛が始まったらさ、うん、またどうせ男子切ってとか言うんだろ。もちろん。あ、ねえ、男の子はダメだよね。ダメ。あ、でも今日はカメラマンが必要だからな。やっぱ脱毛かな。許しましょうか、梅ちゃん。梅ちゃん、ね、そうだね、うん、静かにしててねって。ソーリーソーリー。もうほとんどないね。うん、そのまま全員できたかな。できたよ。はい、やばいやばい毛が、できたよ。だいたいいいかな。はい、行きましょうか。スイちゃんジャンプしたいって。あ、ジャンプね。うん、行くよ。スイちゃんジャンプ。それでは、せーの。はい。まあ、成功ということで。はい、じゃあやってみましょうか、早速。はい、本日も、こちら。ソプラノアイスプラチナムと。これでピピピピピピとやっていきます。準備万端だね。準備万端。子供するときお母さんどうしてるの？お母さんはね、基本ね、出てない。出てない、うん、やっぱりちょっとね、狭い空間なんでね。確かにね。そうそう、まあ、ちょっと密を避けるって意味でも。なんで、うちの脱毛では一人でこれじっとできない子はちょっとまだ脱毛は。まあ、そうだわな。
で年中さん。5歳になったばっかりぐらい。男の子と女の子とか。へえ。ちゃんと一人でいい子して。一人でいい子してね。ママチュアリーよ。で、梅ちゃんもできるの？来年あたりは梅ちゃんもできるはずだ。はあ。できる。よし。で、早速ジェルを。はい、お願いします。このジェルが竹だけん。ねえ、そうよ。これ高いの。しかも値上がりしちゃったし。これ塗るだけでもプルンとするからね。これはね、今スライムみたい。これはね、今スライムみたい。脱毛するとこに、はい、塗っていきましょう。冷たいよ、スイちゃん。もう大丈夫でしょ。まだ冷たい。で、最初表だけよ。はい、お願いします。ジョーさんがこれ10段階ございまして、はいはい、マックス10、これが一番強いんですけど、まあ、10でやってみたらとりあえずやってみようか。じゃあ肩下げましょう。うん、あのね、出力が強い方が早く終わるから。あ、そう、時間がね、短縮、時間も短縮できる。では行くわよ。いきます。じゃあ目つぶってもいいね。パーフェクトアイコン。あったかいぐらいやったらいいね。だんだんやっていくうちにちょっと熱が溜まってきて熱く感じたりするから、ちょっと水でちょっと痛かったってことで、うん、1個下げました。1個下げた、はいはい。どうですか、スイちゃん。あったかくて気持ちいい。気持ちいい？痛くないの？うん、平気。あー、たちもしたいね、ママ。したい。やりやすいな。あ、これで終わり？終わり。じゃあ反対やっていきますね。あ、なるほどね。で、そうそう、あの場所は終わり。じゃあこうやってだん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 範囲を広げてもね。いいじゃない。なかなか手つくもいいじゃない？まあね、これ始めてもう3年。まあ結構患者さん来るもんな、毎日毎日な。そうそう。脱毛器はね、はい、医師でも看護師でもできるんですね。あ、そうですか。ということで、ちょっとじゃあ、ちょっとこっちやってもらおうか。いいよ。ね。あったあった。スイカさんどうですか？怖い。これを踏むんだろ。踏んで、うん、押すでしょ。どうスイ？なんで痛い？痛くはないけど、ちょっと違う感じ。ちょっと違うそうですよ。全然違うの。チェンジしましょうか。チェンジしましょうか。チェンジ？ひかちゃんの方が上手。チェンジ。終わったよ、足が。終わったですか。次、足の指。3とこまでやるの。指、前回しなかったっけ。お、前回してないね。そうだっけ。ちょっとじゃあそこ、指入ってる、ちょっと見てみよう。指ね。あるね。気になるところだよね。あ、まあちょっとだけね。まあこのまま当ててみようよ。えっ。いや、すごいちょっとしかないもんだって。ちょっとだけ入ってる。ちょっと剃りたい？剃りたい。いいよ。ちょっと持ってくるけ、待ってて。あ、ありがとうママ。ちょっとね、親指だけだね、入ってるわ。あ、でも入ってるわ。目が慣れると見えてる。うん、見えてる。気持ちな。やばい。これで生えとるって言うんだったら、私なんかボーボーよ。そうね。でもね、女子はサンダル履いた時とかね。ああ、なるほどね。気になるわ。でか、で、出先とかで。ああ、うん。あんまりサンダルも履かないから。履けや。
ここ十何年なんか妊娠してるか赤ちゃん抱っこしてるかどっちかだから、まあ、確かに私はママとさ黄色履いてさちょっとカクカク歩いてるから。あ、そうですか。ヒールもね、どれくらい20センチのヒールでね。でも10センチぐらいのヒールは履いてた。えー、すごいね。履いてたよね。履いてた、履いてた。私は履きませんよ。身長一緒くらいになった。そう。ちょっとやめてって。だから俺バッシュとか入ったもん。バッシュ外そこが厚いからバッシュ入った。そうよ。はい、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ塗るよ。指ね。こう当てるとこだけにこうやって。ブブブシェイ。反対。こんなも無理で締めた、でっかいの。でっかいのは無理でしょ。じゃあ当てていくよ。危ない、危ないよ。これはちょっとね、モードチェンジします。はい。メガネがいつの間にか浮いてる。取られた。で、ワンショットのモードがあるんで。そう。結構こうパーンって勢いよくいくんで、うん、こう光かね、熱が。あんまちょっと、ほどほどで。かもしれんから、まあ半分ぐらいの強さで。はい。はい、ありがとう。じゃあ、スイ、ちょっと目つぶってね。痛かったら教えてね。いきまーす。せーの。これどう？痛くない。痛くないで。このままこれで。大丈夫？大丈夫みたい。あ、そうですか。反対。スイ、結構強い方かもしれないな。痛みにね、うん、こっち見て、スイちゃんどうですか。え、痛くなかった。近くらいは来るの。あんまり。あ、すごいな。あ、じゃあ平気なんだな、うん、え、パパがゴリゴリ回してた時と今とどっちが痛い。相当痛かったよ。はい、よく頑張ってくれました。え、もう終わり。あとは裏したらもう終わり。あ、裏か。子供たちは。あ、ちょっと冷えた。靴も冷えた。みんな行ったもん。もっと歩いそう。あ、確かに。私と一緒ね。ちょっと歩いてる時ね。あ、だる？あ、だだらけ。はい。そうです。はい、これで後ろも表も全面完了。終わり。おしまいだ。つるつる。おお、もちもちつるつる。いや、撮ってる時にね、うん、乾燥してるじゃん。乱闘って言ったかとか、うん、これでね、もちもち保湿もできますから。よかったじゃない、スイちゃん、うん、ちょっと粉吹いてたもん、うん、ちょっとね、うん、めっちゃ綺麗になった。はい、こんな感じで、はい、今日は終わりました。もう終わりてんだろ。じゃあ、バイバイしようか。はい、はい、じゃあそれでは、はい、お疲れさん。指毛するとかいい。そう、あの指輪とかつけるときにさ。ああ、なるほどね。はい、じゃあセリア、これが一番、これ一番強いやつ。強いやつだ。どう？痛くないよ。え？一番最初親指やった時ちょっとチリッとしたかな。これで終わりです。全然ダメだ。え？これ私たち飛び跳ねたよね。飛び跳ねた記憶があるね。やってみる。いや、やってみようか。うん、大げさなんだな。はい、はい、はい、お願いします。ちょっともうジェルが少ないけいいよ。ちょっとここちょっとだとね痛いと思う。ちょっと痛い。ちょっともうちょっとつけてあげましょう。嫌だなぁ。暴れないでよ。分からん、そんなもん。せーの。あ、大丈夫よ。あ、痛い。痛い、痛い。動いちゃダメですよ。あ、ここは大丈夫だ。あ、痛い。ちょっとなかったよ。おまけ動画でした。バイバーイ。
ご視聴いただきありがとうございました。ゆり先生ひかチャンネルでは医療的な疑問にお答えしたり、さまざまなことにチャレンジしたりしています。毎週水曜日20時からは TikTok ライブ、21時からは YouTube ライブをしています。あとはインスタグラムやケークサーもやってます。よろしく楽しくやろうね。イエーイ OK? OK!